ちょっとね、これみんなに聞いてほしいんだけど、ここ1週間ね、僕あんまり動画アップしてないじゃないですか。僕のツイッターね、フォローしてる方ならわかると思うんですけど、僕はね、ここ1週間スキーに出かけてたんですよ。学校のなんかスキー合宿的な、そこでやっぱり僕はね、ちょっと YouTube やってるので、そこで動画を撮ろうというね、思いがねあったんですよ。もう動画撮りたいよね、いろいろやると。そしてそのスキー合宿に出かける前日ね、ちょっと楽しみにカメラも入れて、全部入れて、洋服も入れて、はい、歯磨きも忘れずにね、はい、パンツも5日分、はい、うん、カメラの充電器も入れて、カメラの電池も入れてね、全部入れたと思ったんですよ。そしてスキー場に着きました。5時間のバスの後スキー場に着きました。バーンバーンバーン、パカ、カメラあると思ってください。カチャ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 、パカ、SD カードが入ってない。そんなバカなことありえると思う？まあ、SD カードを知らない人はね、あのカメラに入っているあの容量的なもんですよ。例えばね、動画を撮ったらその SD カードに動画が残る、そういうものです。はい、それがなかったので動画ね、撮っても残らなかったんですよ。だから本当に動画撮らなかったごめんなさい、マジで。まあね、あの動画撮れなかったのは本当に悲しかったんだけど、はっきり言って今回のね、スキーの合宿は今までね、あの学校の旅行とかで行ったやつで一番楽しかったやつだったので、まあ経験的には超最高だったと思います。ちょっとね、こういう機会とか、YouTube からもちょっと休みを取ってね、あの友達とね、いい時間を過ごすのもいいかなと思ったので、まあまあめっちゃいい経験になったんで良かったと思います。まあね、その休みももう今日で終わりで、ちょっと僕ね、もう復活するので、これからもよろしくお願いします。そこで皆さんに質問でございます。はい、ね、僕にやってほしい動画、もうほんと何でもいいです。ゲームでもいいですし、実写でもいいですし、実写ならアイディアくださいね。ゲームでも、そのゲームの名前もください。もうやってほしい動画何でもいいので送ってください、コメント欄に。いいやつがあったら僕もちょっとやりたいと思うので、ちょっとね、あの数ヶ月前に誰かが僕にいい動画のアイディアをくれたんですよ。それでまあ言わないですよ、それは。だけどまだ一応やろうと思ってるんだけど難しいんだよね。なのでちょっと動画のアイデアに困ってるので、皆さんぜひコメント欄で動画のアイデア教えてください。はーい、僕はこれはね、2分ちょっとチラホラチラホラパッパッパッパーってフフーって話してる動画になっちゃったんですけど、僕が思ってることはね、言えたと思うので YouTube 復活します。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。スイーツ1アディオス。